windows のデバイスマネージャーでワイヤレスネットワークアダプタのドライバを更新すると。ワイヤレスインターネット接続でよくある問題を解決できることがあります。スタートボタンをクリックします。デバイスマネージャーと入力して検索し、選択します。ネットワークアダプタをダブルクリックして、セクションを展開します。お使いのワイヤレスアダプタを右クリックします。 ドライバの更新をクリックしますドライバーソフトウェアの最新版を自動検索しますをクリックします最新のドライバが見つかった場合は、自動的にインストールされます画面の指示に従って、ドライバのインストールを完了しますコンピュータを再起動します Windows は更新されたドライバを使用して起動します ワイヤレスとインターネットの接続をテストします。